ドコモスタイルシリーズ N-01B は NEC によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末であるドコモスタイルシリーズの端末 N905iMU から続く薄型高機能を折りたたみ端末のシリーズで NEC の薄型携帯として初めてニューロポインターが搭載されたスクリーンパネルやイルミネーションチップパーツなどの BTO サービス マイセレクトに対応し、ドコモオンラインショップから2701通りの好きなデザインを選べる。ただし、ベースとなるボディカラーはティアラホワイトのみである。エターニティピンクはサマンサとバーサとのコラボレーション機種で端末の一部デザインやオプションが異なり、限定コンテンツがプリンストールされているほか、オリジナルエアフレッシュナーとダブルチャームストラップが同梱されている。 端末の背面パネルにはネイルアートのフレンチネイルをモチーフにしたデザインが採用されている。また、キーの隙間から光が溢れ出るオーロライルミネーションが特徴で左右の傾きを検知して光り方が変化する。30種類の発光パターンが用意されているほかメーカーサイトからダウンロードもできる。ネイルをモチーフにした背面パネルの先端に本体カラーに合わせた六個の LED が 着信時や通話中などに全11種類のパターンで流れるようにキラキラと輝く。サブディスプレイ横には1個の LED を配し、着信などに合わせて7色に光り輝く着信イルミネーションを搭載している。最高送信速度 5.7Mbps のハサプに対応し高速アップロードが可能である。カメラは N-02B 同様。 撮影間隔約1.5秒のクイックショット機能を搭載し、美肌モードも搭載された。本端末と N-02B はリモ仕様に準拠した Linux OS 向けオペレーターパックを使用している。アプリケーションプロセッサにはテキサスインストゥルメンツ社製 OMAP3430 が搭載されている。なお、機種名に N-01 とあるが、 プライムシリーズの N-01A の後継ではない。形は異なるが、N-01A の流れを受け継ぐ機種としては N-02B がある。2010年1月19日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新で行われた。2010年3月2日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新で行われた。2010年11月29日に 以下の不具合の修正がソフトウェアの更新で行われた。ありがとうございます。